皆さん、こんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。最近、BTS の部位として知られるテヒョンが、軍服務中に日用品を買うために軍のスーパーマーケットで買い物をしているところを目撃されました。カジュアルな状況にもかかわらず、彼の外見はすぐに注目を集めました。ファンはメイクをしていないにもかかわらず、彼のハンサムさに感嘆し、 テヒョンは元気そう。先生、そして夫、ありがとうというコメントまで飛び出しました。これは、V とアーミーの深い絆を反映しています。ファンは続々と彼の魅力に驚きを表現しました。特に、軍のスーパーマーケットに行くだけなのに、どうしてこんなに魅力的に見えるのといった声が多く、軍服姿でもテヒョンのオーラが消えないことに多くのファンが賛同しました。 また、若々しい外見に対して、私だけが年をとっている。というユーモアたっぷりのコメントもありました。そのハンサムさだけでなく、テヒョンの自然な姿に愛らしさを感じるファンも多くいました。テヒョンが恋しい、彼は本当に可愛いとアーミーの一人が語るように、メイクをしていない彼の素顔に、ファンはより親しみを感じました。まるで、 V のより個人的な一面を見ているかのような気持ちにさせられたのです。テヒョンのメイクをしていない清潔感のあるルックも話題になりました。素顔なのに、まだこんなにかっこいいなんて、という声もあり、普通の状況でも彼の魅力は衰えないと多くのファンが驚いています。その圧倒的なビジュアルは、努力をせずとも自然に輝いています。予想通り、V は可愛くて、ハンサムで、 クールという話題がアーミーの間で広く議論されました。スーパーマーケットでのカジュアルな姿は彼の魅力が自然で隠しきれないことの証明でした。軍服務中にもかかわらず、ステージで見られないことを寂しく思うファンは少なくありません。彼の若々しさも相まって、ファンから、まだ若くてハンサム、といったコメントが続きました。軍にいる間でも、テヒョンはファンに喜びを与え続けています。 こうした日常の一コマが彼がなぜ BTS の中で最も愛されているメンバーの一人なのかを再確認させてくれます。彼のカリスマ性は衰えず、ファンはステージで再び彼を見る日を心待ちにしています。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。